ベニ・ハンマードの城塞はアルジェリアのむしらにある高校遺跡。1980年にユネスコの世界遺産に登録された。城塞はホドナの山岳地帯の標高1000メートル以上のところにあり、アルジェの建築者ブルッキン・イブンジリの息子、ハンマード・イブンブルッキンが建造計画を立てて1007年に建造したものである。ハンマードは ハンマード・アサの始祖であり、この城塞都市は首都となった。その後、この都市はハンマード・アサの繁栄を象徴する北アフリカで最も栄えた街の一つになったが、1九十0年にバヌヒラルの脅威にさらされると捨れ1152年にはムワヒド町によって一部が破壊された。イスラーム都市の廃墟である、この城塞の内部にはムワヒド町によって一部破壊されたが、 7キロメートルに渡る城壁が築かれており、モスク、ミナレット、宮殿軍などの多くの史跡が残っている。宮殿の遺跡はハンマード朝時代の輝きを称するものである。宮殿は天幕によって庭園、水機構と散布されていた。この城塞にあるアルジェリアで知られているものとして最大級のモスクはマグレブにある優れた宗教建築物である。 ケルアンの大モスクと同様の建築的所観点を提供してくれるのである。このモスクには13の本堂と8つの張り間のある巨大礼拝堂がある。また、高さ20メートルのミナレットはセビラ大聖堂のヒエルダとも非剣し得るものである。発掘調査の結果、陶器類や宝石装飾品類、貨幣類なども発見されており、これらはハンマード朝の洗練された。 芸術水準を示すものである。それらは、アルジャやコンスタンティーヌの博物館に展示されている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。